正しいインパクトの体幹ドリルです。まずこういったマットの足ですね、しっかりクラブを合わせていただいて、あとはこのクラブを、このマットですね、このマットを押すだけです。しっかり体を使って押してください。そうすると、クラブヘッドで肩が一直線になるのが分かります。よく飛距離が出ない人はこのようにインパクトで滑り打ちになってしまうケースが多いですけれども、このドリルをやると絶対にハンドファーストになります。このようにしっかり押してください。このドリルを何回も、ショットの練習の合間に入れると自然と正しいインパクトの形が身についてくると思います。実践してみてください。以上です。